いぶ秋も深くなりましたね。料理人の木八です。今日はね、秋鮭ってこうよく言われますけど、鮭がこう美味しくなるんですね。今日はね、そのサーモンをちょっと炙って、中華風のね、サラダにこうします。まあ、それが一品と、もう一つはリゾット結構ね本格的に作ると時間がかかるんで、ちょっと普通よりは短くできるそういうリゾットの作り方をね、皆さんに教えたいと思います。今日は、小エビと、アスパラガス、それからマッシュルームの入ったね、リゾットを作ります。それではまず材料をね説明をいたします。ドレッシングの方は、これはね玉ねぎです。ミキサーかけますからちょっとざく切りにしてますね。玉ねぎ、それから人参ですね、にんにく、これは大葉ですね。でこれは酢です。でこれが濃い口醤油、それにこれ今日はねちょっと甘み入れますんで、これはグラニュー糖です。それから、隠し味のオイスターソースね。それからこれはフレンチマスタードです。それからごま油、それに、サラダオイル、あと塩コショウが入ります。じゃあこれを作りますね。鍋に液体だけね、まず入れますね。油だけ一番最後に入れます。砂糖とマスタードまで入れちゃいましょうね。塩少しとですね、それから胡椒が入ります。それから油が入ります。これでもう一瞬だけね、これで出来上がりです。ソースの方はね、これで出来上がり、結構1週間ぐらい持ちますね。で今日はこの鮭をね使います。これにね、軽く塩コショウします。これをね、ちょっと炙りますね。バーナーがあったら、バーナーで表面をちょっと炙ります。そうすると、非常にこう食べやすいね、魚になります。生臭みが飛ぶといいますか。よいしょ。じゃあこれをさっと炙りますね。
まあ、手早くもうざっとこの炙らないでもう食べやすさが全然変わります。トマトの上にね、ちょっとこう塩をちょっと振ります。それに先ほどのね、ソースをたっぷりとかけます。それに今日は、ミックスサラダ、ベビーリーフですね。これを、頭に天盛りします。はい、これで出来上がりです。さあ、じゃあこれからリゾットをね、作ります。あのリゾットは生米で大体作るんですね。そうするとどういう風になるかというと、こうできた時ね、やっぱりこうクリーム状になる感じが、やっぱ洗ったものとちょっと違うんですね。ですから、あの、まあ、本当にイタリアンレストランで食べた時も本当にこうクリーミーな感じなので、これは洗わないとああいう風になります。で、洗ってしまうとですね、まあ、若干クリーミーさも出るんですが、ちょっとこうもっともう気持ちサラッとするのかな、まあ、この辺はあの最後に入れる、まあ、チーズの量でね、調整するとうまくいくと思います。で、今日は早く作るということがあの、まあ、一番大事な部分なんで、これをご飯をね、さっと洗って水に15分以上つけました。まあ、15分以上つけますとね、もういくらもうそれ以上つけてもあまり変化ないんですね。ですから、まあ15分、まあ、経ったら曲げてもいいし、まあ、直前で切って、まあ、使ってもいいしですね、どちらでも結構です。で、材料は今日はこの洗ったお米ね、それにあと、玉ねぎのみじん切り、粗みじんですね。で、今日野菜はですね、アスパラガスと、マッシュルーム、それからエビですね。で、それにあと白ワイン、オリーブオイルで、仕上げにバターとパルメザンチーズが入ります。それでは作ります。では作り始めます。軽く炒めたら、水で切ったご飯を入れます。
のご飯との締め合いはですね、やっぱりこの油をこうご飯の周りにつけて、そして油の膜をね、作るイメージですね。まあ、少しマスクと、普通に炊いたご飯とまた違うものが、こう、出来上がります。で、さっと全体が合わせましたら、白ワインが入ってます。で、これでアルコール分が飛んだら、ブイヨン、またはね、コンソメ入れるんですね。今日は、固形の、こういう、ブイヨンキューブ、これをですね、500cc に、1個入れました。水 500cc ね。で、ここにチーズを入れていきます。この段階でマッシュルームもこれから入れてしまいますね。アスパラガスとエビをですね、後から入れてギリギリに火を通した方が美味しいです。スープは、煮詰まったら入れるというようなね、そんな感じですね。アスパラガスは今日根元をよくね、剥いてあります。根元の部分は硬いですからね。よくちょっと色が、なんか紫色というか茶色になってるのは硬いからですね、歯をこうやって入れてみると、硬いのは抵抗があります。そしたらそういうものは抵抗ないところでこう切ってあるんですね。で、下の方は皮がね、ちょっと厚いから剥いてあげます。で、エビは適当にこう小さくね、ここに水つけとくと非常に早くできます。大体今で4分ぐらいでもうほぼ結構いい状態になり始めます。そしたらまずここにアスパラガスが入りますね。で、この辺でもう胡椒もしときます。で、パルメザンチーズは結構塩分がありますので、パルメザンチーズのために、塩分もね、塩味はやや薄めにね、しときます。今でこれで6分ぐらいでしょうかね。もうほぼ、
本当固めが好きな人はもうこれで仕上げてください。私はもうほんのちょっと腰が芯が取れるか取れないかギリギリが好きなんで、もうちょっとですね、はい、この辺で今度はエビが入ります。はい、今度はチーズが入ります。ここにバターも入ります。バランスとエビのね、血の感じがこんな感じですね。はい、これで出来上がりです。はい、落ちました。ちょっとこういうソース状の、ね、こんな感じが本当に美味しいと思います。できました。皆さんいかがでしたか。今のリゾットはね、だいたい仕上げまで13分前後ですね。ですから普通の、リゾットはもう25分近くかかるのかな。そう考えたらまあ半分の時間でねできます。で結構美味しくできますんで、ぜひね皆さんも試してみてください。また中華風 のサーモンのね、炙りサーモンのサラダもこれなかなか美味しいんですよ。簡単だけどね。でこのドレッシングは他の野菜にかけてもね美味しいです。もうぜひ、試してみてください。また次回も皆さんお楽しみにお願いします。